寺が所有する、旧佐、藤家米蔵。駒林川を挟んで、寺の向かいにある、無心寺は、新潟県阿賀野市にある新州大谷派の、仏教寺院である。24輩からの一人、無意心所苑の寺であり、工事院特流など多くの学僧が輩出した。24輩からの一人である無心によって、創建された。元は、藍津角田一の席に設けられ、 近世には棚倉藩主内藤井家に本護され、一の席から棚倉に移った。その後、藤枝、京都六条に移ったが、諸事情により、元山預かりとなっていた。越後国貫原郡、下城村の豪農、佐藤宗栄は、資材を投じて、無維新寺の復興を志し、1760年に、新潟即徳寺の淳高氏を住職に迎え、無維新寺を再興した。 第一世住職の淳高氏は、伊沢門の次女ギアと結婚し、ご難を設ける。その次男の第三世住職が公主院特流である。高倉学寮で、神霊に指示し、東本願寺学寮の最高学位である講師に、就任、学識は、勝つ院、特攻は、公主院と称され、倫理や生活規範に、新修の教義を生かした教家を行った。老いの、 第五世住職、高領院行忠ただも、学寮の講師となった。他にも、特芸や、地影など著名な学僧が、無心寺から排出した。ありがとうございます。